はい、今回は料理ができる男性はモテるのか、それともモテないかの持ないかというまあ、こういった内容についてですね、えー、考えてお伝えしていきます。まあ、このような内容はえー、まあ、女性の方があの多く疑問を持たれるえー、まあ、内容であるとされているんですが。 まああの一言でね、ちょっとなかなか、えー、お伝えが、まあ、難しい、えー、内容であると思うんですよ、そちらに関して、まあ、その男性心理とか、まあ、女性心理とか、まあ、そういったことをね、えー、一つずつ考えて、えー、今回お伝えしていこうと思いますので、えー、今回もよろしくお願いいたします。 まあ最初にね、えー、お断りしますが、僕は全く料理ができないんでね、その手料理とか全くできませんので、えーまあ、本来はこういったね、えーまあ、内容をちょっと、えーまあ、取り上げるのもどうかと思うんですけれども、いろいろ調べて、えーまあ、そのリスナー様の何かの まあお役に立てるものが一つでもあればということでね今回はそちらをお伝えしていこうと思うんですがまずそもそも女性の関心が高い内容の一つにですね男の手料理男性が料理をできるかどうかっていうことなんですよでもう僕は先ほど言いましたけど料理ができないんでまあもうこういったもうね話のもう外側に行ってしまうんで で僕はあの単純にですが、えーまあ、料理ができる女性もそうですし、まあ、料理ができる、まあ、男性もあのすごいなとあの思うんですよ全く僕できないんでねでこの料理ができる男性はモテるのかそれともモテないのかっていう、えー、このことについて真剣に考えていくんですが、えー、まあ確率論から言って高確率で、えー、料理ができる男性はモテる。 可能性が高いっていうまあその確率があるんですね。で、それ、これっていうのも理由があるんですよ。あの理由っていうか、まあ根拠があるんですね。料理ができる男性が持てる根拠ですね。なんでなのかっていうような話なんですよ。あと、料理ができる男性が持てないっていう、その根拠もあるんで、この両方のことをね、考えていこうと思うんですが。 まあ料理ができる男性と定義されてるんでまあ、あ下手ではないっていうことだと思うんですよ。まあ、うんまあ 比較的っていうのが何と言て言っていいのか分かりませんけど、まあ、料理上手の男性、まあ、料理があ、まあ、ちゃんと作れる、えーまあ、男性で、それは何かっていうと、その女性はですねその男性があ、まあ、自分のために料理を作ってくれたっていう、まあ、そのことがまあ嬉しいと、まあ、そういったまず一つ、まあ、その女性心理があるんですよ。 うん、これっていうのは料理ができるできないっていうそのなんていうんですかねその側面もありますがその裏にそのなんていうの男女のその心理の問題があるんですよ心の内側の問題ね。 で、えー、まあそのさっき言ったようにもう僕はもう全くこういった話に入っていけないんでね、うん、で例えばあ料理ができる男性っていうのはですね、まあ、女性にまあお腹減ってるとかねお腹空いてるとかっていうそういう言葉をあのかけることが、えーまあ、できるわけじゃないですか自分が料理が作れるからね、うん、だからあのこういう言葉っていうのは女性からしたらあの優しい言葉なわけですよそれは確かに、えー、ね料理ができる男性を持っているなと、えーまあ、僕は思います。かあのね、えー、まさかた してもあのこんなね、えー、言葉は声をかけられませんから、うんお,お腹空いてるってあのま彼、あ、に聞いてもね料理が作れないわけですから、うん、もうどうにもならないじゃないですか。うん だからあの、これっていうのは、あこの内容を、ね、真剣に調べていてあの思ったことがあるんですが、女性がです、ねえーまあ、自分に優しくしてくれる、えーまあ、その思いやりのある、まあ、男性っていうことで、まあ、そういう男性は、まあ、いいっていう、まあ、言いわば好感を持つっていうことだと思うんですよ。好意的になるるとかね、それを、まあ、持てるっていう。 えー、表現をしてると思うんでですよで、まあ、あまあないと思いますけどあまりにもね、えーまあ、一応料理ができるってことなんであまりにもこの料理ができてもまずかったら厳しいでしょうけどでもやっぱりそれも含めてね、えーまあ、その心、うんまあ、理の問題心の問題かなと思うんですよで逆にこの心理の問題っていうのがですね、えー、もろに、えー、反映されるっていうのが もあるんですが、ちょっとその前にすいません、もう一つ、えー、ありました。ちょっと忘れました、忘れたので、えー、お伝えしますが、えー、例えばですね、えー、なんていうのかな。 あの交際してる時まあご結婚してもそうかもしれない交際してる時とかにそのね、えー、まあだ男女の、えーまあ、彼氏彼女の関係で、えー、まあそのね2人でいるじゃないですかでその交際中に料理ができる男性っていうのはその女性にどう映るのかっていうと、まあ、結婚したらあの一緒に例えばスーパーとかに、えー、食材を買いにいあの来てくれるんではないか料理ができるんでねまあいろいろ知識もあ,あるでしょうしまあ荷物を持ってくれるとかそういったこともあるで でし,ょうしだから女性からすると、そういうなん,なんていうんでしょう、あの良き未来をイメージできるから、だからあの好感を持つ、えー、まあそういったことだと思います、だから女性の心に、えー、まあ将来ね、えー、まあこの人とまあ仲良くいけるっていう、まあ、仲良し夫婦っていう、まあそういうイメージがあるんでしょうね。で逆にあの料理ができない人とか、料理をしない人、まあ、僕もそうですけど、一緒に買い物に行くっていうイメージがまあできないんでしょうね。うん あのな何か話してもなんか通じないっていうかね まあ僕、わからないですから言われても、まあごめんなさいということで、まあなんかわからないですけど、買い物行ったら荷物ぐらい持ちますけど、多分そういうことではないと思うんですよ。で、ここまでの流れから考えると、料理ができる男性っていうのはモテるっていうことじゃないですか。しかしですね、またこの心理の話がありまして、すべての料理ができる男性がモテるわけではないっていう、そういったこともあるんですよ。むしろ、料理ができる男性で、女性から、まあ、持てる ではなくまあ支持され、ね、あるいは嫌われるっていうまあ、そういった、えー、まあ,あのケース、そその可能性そういったご意見があるんですけれども料理ができる、えー、男性の中でですね女性に嫌われるタイプっていうのがあるっていうことがまあ,あ まあ言われているわかっていることがありまして、えー、女性が作った料理をですねいちいちあのー、まあ、否定するっていうかまあケチをつけるんですよそ,そのそ,そういう人がいるということなんですよで、えー、その男性は料理ができるんで自分があ料理上手であるとか料理が得意であるとまあ自慢するっていう、えー、そういったことがまあ言われているんですねまあ、そ,その女性からしたらせっかく作ったあ料理をですねいちいちなんかあのブツブツ否定されたらあの 悪いいじゃないですかでこの逆に言うと料理ができる男性っていうのはね料理ができるんでそれなりのこだわりを持ってると思うんでそういったこだわりとかをえ女性にあいろいろ言うっていうことをするとその女性からしたらまああのまあ うっとうしいなっていうまあ、まあ、嫌いになるっていうそういった話だと思うんですよ。で、えー、僕は全く料理ができないんでこ,こういった話には全く入れないんですが単純にね、えー、食べれて美味しいからいいんじゃないのかとぐらいしか思わないんですけどねだからあのこ,ここまでの流れを、えー、全て考えるとですねこういった、えー、ことがあると思うんですよ。 その料理ができる男性でね、えー、まあいちいちそういうことを何も言わない人そういった人が女性からまあ好かれる支持されるんだと思うんですよね。うん まあだからなんていうのかなまあその料理ができるできないっていうのもあるんですけど女性っていうのはそのまあ男性のそのまあ人間性を見てるんじゃないかなとかっていうふうにもえ思ったりもあのしますしつ,しつこいんですけど僕は料理ができないんであの料理ができる男性もすごいと思いますしね、えー、まあその料理ができる上手な女性もあのすごいと思うっていうことなんですけどまあその女性の目にはそのように映ってるんじゃないかっていうまあそういうこと、うん、で あの。 逆が,逆がっていうか、どちらかっていうと、その料理ができる男性否定,否定派っていうか、うんまあ、なんでしょうね、えーまあ、趣味が料理の男性とか、そういった、えー、方をですね女性がこう、まあ、敬遠するっていう、そういった意見もあるんですよ。えー、これはそのインターネットとかに投稿されていたのがありまして、えー、これに関してはまあ僕の解釈なんで、正しいかどうか分かりませんけど、おそらくこういったことなんじゃないかなとかって思うんですよね。うん、料理が趣味の、えー、男性っていう、まあ、その人がですね、 例えばあ会社とか職場にお弁当を持ってきて、えーまあ、きれいに、えーまあ、作って、まあ、それはそれですごいことだと思うんですよ、別にそんなことを僕はどうこういうこともないんですけどでそれに関する、まあ、女性の,あの意見があったあ女性が意見されたっていうことがあって、えーまあ、そんなに、ねえーまあ、料理ができたりしてるっていうことが分かると、えー、女性が敬遠するっていうそういったことをあのあのそういう意見があるんですよ。 だからあのなんて分かりませんけどこれに関してはあの料理が趣味って言ってもあまりにもねそ、えー、そのその料理に凝りすぎてハマりすぎてるとやっぱり女性にこう敬遠されるんでしょうねでそのこの話の前後の先ほどの流れがありまして、えー、こういうあの料理に凝りすぎてるその男性っていうのは女性からすると、えー、ね 自分がせっかく作った料理をそのさっきのね否定されたりなんとかあとその自分はこうだっていうこだわりとかをあのグイグイ言ってくるんじゃないかとかそういった予感を感じるんじゃないのかなとか、えー、僕は思ったんですよでまああのまあこういった話あのまあ聞かれることもたまにあるんですけど僕はあの思っていることがありまして僕は本当にこういう風に思ってるんですけど僕は自分が料理ができないっていうのもあるしまあ僕のね、えー、たまにあの話してくださるあの男性の方で料理があのすごくできる 方方もいいいるるるんんでですすけどそそののっっててうううはは僕はモテると思ってるんですよそういう先ほど、ねえー、自分の料理のこだわりとかを一切言ってないんで何か話すと、まあ、美味しいよねぐらいな感じ言ってるんでなんかそういう人がモテるんだろうなとかってまあ、僕は思うんですよ。んだ料理のできる男性もね、えー、料理のできる女性もあのいい,いと思いますしまあ一言で言うと楽しく過ごせればそれでいいんじゃないのかなとかって思うんですよ。いちいちそのなんかね、えー、ダメ出ししたりどうたりこうたれこうたりっていうと楽しく 過ごせななないいいじゃないですかんとかと言いながらね僕も男女関係って難しいなとあの思っていて全く不得意なんで、えー、ちょっとまあ僕の、まあ、思うところっていうことで一つの解釈を、えー、お伝えしてみました、えー、皆さんもこのような内容にですね関心を持たれてる方が、えー、いらっしゃるか,かもしれないんで、えー、どっちがどうだとかそういうあの簡単な単純な話ではなく、えーまあ、それぞれに、えー、まあ、その根拠があるっていうことだと思いますので何か一つでもお役に立っていただけるものがあれば何より ですということで、えー、今回のコンテンツここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございまし